マイミーマイミーです。はい、私は今タイのチェンマイ駅というところにいます。イエーイ。はい、見てください。じゃーん、チェンマイステーションです。チェンマイ駅すごくない？この駅めっちゃ可愛いの。めちゃめちゃ可愛いよね。レンガでできていてとっても可愛い作りになっている駅です。はい、ということで私はなんと皆さんも知っている方も多いと思うんですけれども、日本には寝台列車、サンライズ寝台列車というものがあるじゃないですか。私もね、 YouTube 上で約2回ですね、2回寝台列車に乗って撮影したことがあるんですけれども、なんとタイにも寝台列車があるみたいなんです。すごくない？タイに寝台列車があるということを聞きつけて、絶対に乗ってやると思ってめちゃめちゃ頑張って予約を取り、今日寝台列車に乗ることになりました。ということでね、私は今からどっからどこに行くかというと、私は今タイのチェンマイというところにいるんですけれども、私は寝台列車でチェンマイからバンコクに行きます。すごくない？タイの中を寝台列車で過ごしてチェンマイからバンコクに移動するっていう感じです。はい、寝台列車が出発するまで約あと1時間ぐらいあるので、じゃん、駅の隣にこういうねレストランがあるので、ちょっとこの中で、あ、はーい、あはは、はい、ね、ちょっとここの中でジュースを飲みながら待ちたいと思います。はい、ということで駅の隣にあるこのお店で、じゃーん、マンゴージュースを頼みました。めっちゃ美味しそうなんだけど。すごくない？駅に隣接してこういうカフェがあるの、すごいよね。日本ではあんまりないなって思います。ということでね、マンゴージュースを飲んでいきたいと思います。皆さん思いましたよね？え、みーちゃん今日ビール飲まないの？って思いましたよね。私だって頼みましたよ、ここにビールはありますかって。そしたら Nothing って言われたので、まあ仕方なくマンゴージュースを飲んでいるって感じですね。まあたまにはビールじゃなくアルコールではなく美味しいジュースを飲めっていうことですよね。それではいただきます。おいしい。やばい、ビールもおいしいけど、やっぱ久しぶりにジュースを飲むとジュースもうまいな。いつもさ、私さ本当に頭おかしいからさ、ジュースで変なカロリーを摂取するんだったらビール飲んだ方が良くないって思っちゃってたんだけど、やっぱジュース美味しい。皆さんもね、久しぶりにミーがノンアルコールの美味しそうなジュースを飲んでるのを見たんじゃないでしょうか。ていうかね、聞いて、前回の動画見てくださってる方は分かると思うんですけれども、私さっきまで象使い免許取ってたの。象使いになるために象に乗ってたんですよ、さっきまで。で、その象使い免許の施設のシャワーで全身を洗い流して今って感じなんですけれども、だからね、今すっきりしてね、今眉毛とリップしかつけてないっていう状態なんですけれども、もうすっきりって感じです。皆さん前回の動画見てみてくださいね。私は象に乗って楽しい5時間を過ごしてきました。ということで現在の時刻は夕方の4時6分、16時6分です。で、この寝台列車が出発するのは17時、夕方の5時に出発して明日の朝の6時15分にバンコクに着くっていう感じなので、今夜寝台列車で一晩を明かすっていうことになります。楽しみ。日本の寝台列車はさ、皆さん見たことあると思うんですけれども、海外の寝台列車ってどんな感じなんだろうってめっちゃ楽しみなんだけど、それでは皆さん楽しみにしておいてください。ということでね、乗車するまであと1時間ぐらいあるので、ここでゆっくりしながら編集をしながら待ちたいと思います。それでは皆様、寝台列車楽しみにしておいてください。乗車時間までレッツゴー。はい、ということで乗車時間まであと15分となったので中に入っていきます。やばくない？私偉くない？私が1時間前行動してるんだよ。本当に偉いと思う。海外に来てちょっと成長したのかもしれません。見て、すごい。見て、タイの時間とか、あと東京の時間もわかるよ。タイは今4時45分ですね。で、東京は夜の7時45分。2時間ちょうど違うね。本当にちゃんと2時間違うんだね。中に入っていきます。すごーい。なんかさ、この女の人のさ写真がね、タイに至る所に貼ってあるんだけど、多分めちゃめちゃお偉い人なんだと思います。ちょっと勉強不足ですいません。この女の方の写真が本当にいろんなところに貼ってあるんです。はい、ということでね、中はこんな感じです。すごーい。見て、可愛くない？駅の中もめっちゃ可愛いんだけど。すごーい。ここにはね、電車の模型もあります。駅の中はこんな感じ。え、私が乗る電車どれなんだろう。あ、これだ。今から私が乗る電車、17時発のバンコク行きスペシャルエクスプレストレインナンバー14。合ってるね、これで合ってるよね。バンコクまで行くからこれで合ってます。ということはあの列車ってこと？やばいんだけど。ホームのど真ん中にはこういうね置物があります。タイの王様とかなのかな、タイの王子様なのかな、この方は。ということで中に入っていきます。すごい、なんかハリーポッターみたい。3番ホーム。え、待って待って待って、本当にあれに乗るのかな。やばい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 、やばいんだけど。待って、見て、このね、私が乗るホームの反対側にはね、見てください。本当はね、こっちの綺麗な方の寝台列車を予約したかったんですけれども、満席で、予約が満席で、これには乗ることができない。
ないってなったので、ランクが下のこちら少しだけ汚いね寝台列車に乗るっていうことになってしまって、って感じなんですけれども、まあちょっと予約が取れなくて、本当にこの寝台列車は人気みたいなので仕方ないですね。え、待って、これが寝台列車？皆さん日本の寝台列車知ってる方も多いと思うのでびっくりしてる方も多いと思います。私が乗る列車がこちらです。見て、反対側の列車はやっぱり綺麗、本当に綺麗なんだけど、こっちに乗りたいよ。待って、本当にやばいんだけど、これが寝台列車？ちょっと待って。じゃん、私が乗る寝台列車のお尻です。で、私が乗る号車はどこだろう。え、待って、これが寝台列車だよ。今から私はここで一晩過ごすんだよ。え、ちょっと待って、本当に大丈夫？ねえ、心配なんだけど。すごい、窓が開いてる、男の子が見える、やっほー、あー、かわいい、バイバイ、頑張ろうね朝まで。え、待って、私の号車はどこ？ちょっと待って、本当にこれが寝台列車って思えないんだけど、どうしよう。ねえ、大丈夫かな。あと11分で発車してしまいます。ねえ、待って、これで一晩過ごすの？ねえ、やだ、こっち側の寝台列車乗りたい。待って、怖いんだけど、これさ、まだ明るいからこの電車怖くないけどさ、これ暗くなったらさ、今から乗る電車めっちゃ怖いじゃん。寝台列車じゃなくて心霊列車じゃん、とか言っちゃダメだよね。おとなしく乗車します。あ、でも待って、なんかこっちから色が変わったよ。私はちゃんとした椅子じゃなくて寝台列車、寝台のお部屋を取ったので、こっち側の少し綺麗な紫色の列車かもしれません。よかった、私が乗る号車は少しだけ綺麗なこの紫色の号車みたいです。あー、大丈夫かな、本当に。それでは乗車します。私の号車はここです。じゃん、紫色ということで入っていきます。よいしょ、わー、すごい、あ、めっちゃ涼しい。さっきね、私のスーツケースは車掌さんが先に部屋に持って入ってくれてるみたいです。あ、待って、思ったより綺麗かもしれない。あ、私の部屋はここです。それでは入っていきます。ちゃんと私のスーツケースがここに入っています。車掌さん、ありがとう。はい、ということで私が今宵泊まる寝台列車のお部屋がこちらです。じゃん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 、おー、なんかでっかいソファーみたいな感じなんですけれども、この背もたれが夜になったらガンと上に上がって二段ベッドになるみたいです。だから下ももうちょっと広いベッドになるっていう感じらしいんですけれども、夜になったらね、車掌さんが一部屋一部屋回ってきてくださって、この二段ベッドを作り上げてくれるらしいので、ちょっと夜まで待ちたいと思います。夜まではこういうソファーみたいな感じですね。そしてこっちには窓、すごーい、夜の夜景とかさ、朝焼けとかここから見れたらめっちゃ綺麗なんだろうなって感じですね。そしてここには枕とマットレスも上にありますね。そしてここはなんだろう、何ここ、トイレ、ここトイレ、何、開かない。そしてここは洗面台があります。じゃーん、こんな感じです。さっきね、ゾウ使い免許の動画を撮っていたので、ゾウの T シャツを着てみました。じゃーん、可愛くない？これ昨日屋台で1000円で買いました。で、ここにはお水もあります。おー、洗面台もあるからここで歯ブラシもできそうです。嬉しい。ということで、私が本日泊まるお部屋はこんな感じです。あー、でもよかった、ここで一晩はさすがに過ごせそうですね。びっくりした、さっきさ、座席しかない車両でさ、めっちゃボロい座席を見てしまったからびっくりしてたんですけれども、私の部屋はこんな感じでした。ということでね、一旦荷ほどきをしたいと思います。ちなみにこれは私の今宵の晩酌セットです。ちょっと買いすぎてめちゃめちゃ重たい。ということでね、本日もここで一晩楽しんでいきたいと思います。はい、ということで5時1分発車しました。ちゃんと5時台に発車できてる、よかった。何時間も遅延したらどうしようって思いました。ということで、チェンマイ1泊2日しかいられなかったけど、チェンマイバイバイ。あ、ピケ？オッケー。なんか聞こえる。ここにはね、一応鍵もあるので鍵を閉めておきます。カチャン。そして見て、コンセントどこにあるんだろうと思って、さっき車掌さんに聞いたらさ、あそこですって言われたんですけど、ここで充電するんだって。え、これどうやって充電するの？ここで挿して、このカゴの中に携帯を入れたりとか、充電したいものを入れてコンセントにつなげるって感じなのかな。なんでここに作っちゃったのって感じなんですけれども、まあここしかコンセントがないのでね、充電したい時にはここを使いたいと思います。そしてさっき開かなかったこの扉は、隣の部屋とつながってるみたいなので、ちょっとちゃんと閉めておきます。隣にもね、お兄さんが乗車していたので、ここを開けたらお兄さんこんにちはってなってしまうのでね、ちゃんと閉めておきますね。4人部屋とか広い部屋にしたいときは、ここを開けて開放して4人部屋とかにするっていう感じみたいです。はい、ということで乗車してしまいました。あー、でもさ、なんか全然前回ぐらいに私ベトナム鉄道っていうものに乗ったんですけれども、その鉄道が過酷すぎて、もうね、お世辞でも綺麗とは言えない列車だったので、それに1回乗ってるから、ちょっとこの寝台列車は少しだけマシだと思ってしまいますっていう感じですね。まあでも結構本当に快適そうなので、今宵一日ここで楽しみたいと思います。
それでは体験スタート。まず右と左どっちから行こう。とりあえず右から行ってみます。右はどんな感じだ。トイレかな、トイレがあるのかな。うわ待って、外が見える。怖っ。隣の車両にやってきてしまいました。ちなみにトイレはここです。待って、ボットントイレなんだけど。やばい、このトイレ初めて見た。ちょっとできるだけトイレには行きたくないです。待って、すごい窓が開いてるからすごい。ちょっと車掌さんを見つけたので飲み物を注文したいと思います。車掌さんがついてきてくれたよ。ほら、はい、ということでちょっとさっきの車掌さんに飲み物を頼んでみました。何が来るんだろう。私紅茶が欲しいって言ったんだけどさ、多分通じてないと思う。あ、そしてこっち側にもトイレがある。じゃん。あ、こっちはめっちゃ綺麗なトイレだ。よかった。ちょっと私さっきのボットントイレだったら本当にもう尿意がすごすぎて漏れそうで、も絶対に行かなかった。ごめんなさい、現代子だからね。和式便所無理なんです。よかった。まあこんな感じでね、結構ね空いていますね。こっちの電車は結構空いています。空き部屋が結構多いです。それではこっち側の違う車両に行ってみたいと思います。すごい、こっちどんな感じなんだろう。すごいすごいすごい、落ちそうなんだけど。それではこっちの車両はこんな感じ。すごくない、この車両。待って待って、すごいんだけど。てか誰もいない、誰もいないよ。すごくない、この車両。すごいんだけど、どういう構造。こっちの席とこっちの席とこっちの席は予約は別ってことなのかな。どういうことなんだろう。ここに誰か知らない人が座って、知らない人、知らない人が寝てるっていう構造になるのかな。もし満員電車だったらどうなるんだろう。ってことでね、多分今から乗ってくる人も多いのでこんなにガラガラではないと思うんですけれども。すごい、ここでさ一晩を明かす人もいるんだよ。こうやって寝て、ちょっと広めのソファーって感じですね。すごくない。しかもこの上のベッドに行くにはこのはしごを伝って上に行くっていう感じらしいです。すごいね。ちょっと私も一回登ってみていいかな。へー、すごい。I want to try that. OK? Movie please. Take a photo. すごい。じゃあちょっと上に登ってみたいと思います。すごい。おじさんが撮ってくれてる。待って、あ、すごい。これ寝るんだね。すごい。で、ここ絶対落ちるんだけど。ドンドン。絶対落ちる、寝てたら。すごい、ここありがとうございます。あ、ロゲでロゲで。頭もめっちゃ痛い。すごい、すいませんね、貸し切りだからちょっと甘えちゃいました。あ、Thank you。 あ、動画撮られてる。こんにちはですよ。寝ど、あー、寝ど、あー、コーヒー、コーヒー、チョコレート、あー、チョコレート、Thank you。 そしてこの車両のあっち側にも行ってみたいと思います。すごい、こっちはベッドがない、ただの座席ですね。すごいすごいすごい。あ、でもベッドもあるよ、ここに。ベッドもあったり、椅子もあったりっていう混合してるお部屋ですね。すごい。あ、そしてここに共同の洗面所があります。すごい。ここのランクの車両は共同スペースの洗面台っていう感じですね。そうなんだ。すごい、ここにはね、たくさんのシーツがあります。監視カメラもある。そしてそしてそして、あっち側にも行ってみます。わー、見て外の景色。田んぼ田んぼ田んぼしかありません。そしてこっち側はじゃん。おー、結構同じような風景がいっぱい広がっています。なんかこっちの車両はバックパッカーの方かな、バッグ一つで旅行に来ている人が結構多いです。そしてここも共同スペースですね。そしてこっち側は、やばい。めっちゃ楽しいんだけど。すごい、ここの車両はたくさんの人がいます。すごい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 。なんでここのお部屋はこんなに人気なんだろう。ベッドだからかな。ベッドです。すごい、赤ちゃんもいる。そしてこっちが、あ、やっとたどり着いた。待って、やばい、ドア開いてるんだけど。ドア、やばい、怖すぎる。見て、ドアが開いてます。こんなことある。ドア開いてるんだけど。やばいやばい、怖い。この景色初めて見た。そしてこっちが普通の座席となっています。こっから先は全部座席になっているのかな。全部座席です。あとはもうこんな感じかな。あとはもう一番後ろです。すごーい、窓も開いてるよっていう感じで車内探検は終了です。やばい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 。ちょっとお部屋までめちゃめちゃ遠くなってしまったので、離れすぎた、自分のお部屋離れすぎた。はーい、ヤッホー、ハロー、タイラン。ここはね、キッチンスペースになってるみたい。すごい。よいしょ。ということでお部屋に戻ります。私のお部屋どこだったっけ。あ、かわいい子供がいる。ちょっとお部屋に戻りたいと思います。
はい、ということでお部屋に戻ってきました。いろんな座席を見たら、私が今いるここのお部屋はめちゃめちゃ豪華なんだなっていうことが分かりましたね。ということで文句を言わず、今日は幸せなひとときを過ごしたいと思います。ということでね、ちょっと途中にカップラーメンとか食べ物を売ってるお姉さんと出会ったので、じゃん、カップラーメンを買ってみました。ちょっと何かよく分からないんですけれども、美味しそうじゃないこれ、めっちゃ。ということでいただきたいと思います。すごい折りたたまれてるフォーク。よし、それではいただきます。やばい、こっち来て、海外来て初めてこういうさ、インスタントのご飯食べるかもしれない。でも美味しそう。すっごい麺が伸びてます。お姉さん持ってくるまでにめっちゃ時間かかるなと思ってたんだけどさ、見て見て見て、ほぼスープないんだけど。お姉さんもうちょっと早く持ってきてよって感じなんですけれども、お腹空いてるのでいただきたいと思います。最高だ。それでは皆様、少し早いんですけれども、私は我慢することができません。ということで、じゃん、列車に乗ったらビールビールということで、ビールを飲んでいきます。もうタイでのおなじみシーナビール。それでは開けていきます。なんかさ、耳がキンキンする。なんか飛行機乗った時みたいな感じで耳がめっちゃキンキンする。うえくー。それでは皆様、タイの寝台列車に乾杯。うめえ、最高だ。今日はちょっと酔っ払いたいと思います。酔っ払いたい気分なんです私。もうね、旅も終盤となってきました。海外編終盤です。ということでね、今日は酔っ払いたいと思います。いつもはなんかちょっとそこら辺のお店屋台とかで、さすがに酔っ払ったらさ危ないじゃん。海外の路上で酔っ払ったら危ないけど、今日はこの個室寝台列車ということでね、どんなに酔っ払っても誰にも襲われないっていうのが保証されているので、今日は爆飲みしたいと思います。本日は藤原美泥酔するかもしれません。ということでね、その泥酔の前に腹ごしらえということで、一旦食べていきたいと思います。でもちょっと辛いかもこれ、ちょっと辛い。ヒーハー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 って感じです。楽しくなってきた。ちなみに今はどっかの駅に止まっています。結構駅に止まりますね。ちなみにさっきも言ったんですけれども、5時に乗って朝の6時半に着くから、約13時間ぐらいの列車の旅となっております。あー最高だ。だってさ、日本の寝台列車、私はいつも実家の岡山から東京に行くまでの寝台列車を使うんですけれども、岡山から東京は夜10時に出発して朝の6時とか7時に到着するので、それよりも長いってことだよね今回。いつも私日本で寝台列車乗るときはもう本当に乗ってシャワー浴びてすぐ寝るみたいな感じなので、こんな夕方から寝台列車に乗るのは初めてということでね、ちょっとテンションぶち上げです。ということで、日が暮れるまでとりあえずこの一本を飲み干して、これを気分になってから夜を迎えたいなーなんて思っちゃったりしてます。乾杯。うまっ。今日さ、ゾウ使い免許取ってからさ、ゾウの上に 2,3 時間乗ってたわけよ。だから本当に疲れた。だからビールがうますぎる本当に。やっぱさ、さっきさ車内探検行って思ったけどさ、バックパッカーの方マジで多いね。本当にさ、リュック一つでいろんなところ旅してる人って本当にすごいなって思う。私なんてめちゃめちゃでかいスーツケース持ってても、それでも足りないの。バックパッカーの人って逆に何を持ち歩いてるんだろうってめっちゃ不思議に思う。うまっ。やばい、酒が止まらない。なんか声が聞こえる。あの、はい、なんか売ってる、なんだろう。 What's this? ああ、チキン。チキン。なんだこれ。ステキライ。ライス。ビール、ハニオムユヨハ。How much? How much? じゃよ。How much? 40バーツ。40バーツ。Yeah. あ、なんか、待って、買うって言ってないのに。ああ、Thank you. 40バーツね。Yeah. Okay. 待って、まだ買うって言ってないんですけど、おばさん。おばちゃん、え、お金いらないの？お金いらないの？おばちゃん。No, thank you. No, what's? Thank you, thank you. オープンか。ちょっと待って、全然買いますって言ってないのにさ、もうちょっと袋に入れてもらったから、ちょっと買うことになりましたということで、食べてみましょう。何なんだこれ。はい、ということで、ちょっとよくわからないものを買わされてしまったんですけれども、こちらおばちゃんはチキンと言っていました。本当にチキンなんでしょうかこれは。しかもさ、これにこれ、何どういう組み合わせって感じなんですけれども、一旦いただきたいと思います。いただきます。待って、何をもってチキンって言ったのかだけ教えてほしいんですけれども、チキンの風味の練り物ですねこれは。何がチキンなのおばちゃん。多分あのおばちゃんはね、この駅に停車してる時だけあの駅からやってきて、今この車内販売に来ているっていう多分感じですね。そういう感じですね。うん、まあ美味しいけど、美味しいけど全然チキンじゃないし、なんかおでんのはんぺんみたいな味がします。これかけるさ、このお米どうやって食べろっていう話なんですけれども、ちょっと食べてみたいと思いますね。まあお腹空いてるんで一回食べてみます。何これ本当に謎。どうやって作ったんだろう。このご飯はこのまま食べるのかな。待って、このまま食べるのかな。なんかめっちゃパリッパリなんだけど、干からびてる。いただきます。あ、硬っ。硬っ。ま
まあ酒と合うので許しますってことで乾杯。あーうまっ。やばい、これ結構さビールと合うかもしれない。癖になってきたかもしれない。美味しいかも。これにビールマジ合う。おばちゃんありがとう。うん、ビール進む。はい、ということで私はじゃんこちら、ビールがちょっと進みまくっちゃうかなって思ったのでね、おつまみのポテトチップスを買ってきました。てか聞いて、そう、千万駅の目の前にあるセブンイレブンでこのスナックとかいろいろ買ってきたんですけれども、お酒をね買おうとしたの。そしたらね、タイのセブンイレブンだけかわかんないけど、タイのコンビニは夕方の5時からしかお酒を売れないんだって。やばくない？だからね、私その時買った時間が4時半だったの。だから今あなたはお酒を買うことはできませんって言われたの。え、そんなことあるって思って、やばくない？でね、そのセブンイレブンの店員さんに5時より前にお酒を販売してるお店知ってますかって聞いたの。そしたら、え、知らない知らない知らないみたいな感じで言われて、と思って、でもさ、ビールなしに寝台列車乗るなんて本当にありえないって思ったので、私はね何百メートル歩いただろうか、本当に何百メートル何十分歩いたか分かんないけど、ビールをめちゃめちゃ走って買いに行って、今このビールと他のお酒がね買えたっていうことでね、本当に私はビールへの執着心がやばいなって走りながら思ってました。ということで、このビールにありつけただけ本当に幸せなんです。だから止まりません。本日は泥酔しまーす。っていうことでね、泥酔するためのお酒も買ってきたので楽しみでーす。やばい、もう今もねもう酔っ払い始めてんのよ。酔っ払い始めてきてます。カルビーのポテトチップス、これはカルビーではないですね。見てこれね、ちょっと高かったんだけど、トリュフのポテトチップス250円ぐらいでした。待って、うんま、やばいんだけど、マジでうまい、これ本当にうまいんだけど、やばい、無理、乾杯。酔っ払ってきた。ビールラスト。ああうまかった。ちょっと酔っ払ってきちゃったということで、あートイレ行きたくなってきちゃった。トイレ行きたくないのに。ということでちょっと一回トイレに行ってきたいと思います。あとちなみにこの列車にはシャワーがついてるらしいから、シャワーがどんな感じなのかをちょっと探検しに行ってみたいと思います。見て、じゃーん、外はこんな感じで夕暮れ時になってきました。綺麗、夕日がもう少しで見れそうです。すごい、夕日こっち側だからさ、めっちゃ景色綺麗そう。あー見て、めっちゃ綺麗。森、森、森でございますって感じですね。景色は永遠に森でございます。それではちょっと探検に行ってみよう。トイレがてらにね、レッツゴー。はい、ということでお部屋を出たら、じゃん、こっち側も森ですね。ジャングルって感じです。もう本当にジャングルすぎて、外の景色とか空とかがあんまり見ることができないぐらいジャングルって感じですね。ということで行ってみたいと思います。トイレ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 、さすがにトイレ漏れちゃうよ。ということでね、まあこっち側のトイレは少し綺麗なのでトイレに行っていきたいと思います。てかさ、思ったんだけどさ、めっちゃトイレ濡れてんの。なんでこんなにトイレ濡れてるんだろうと思ったらさ、シャワールームがここなの。やばくない？シャワールームどこですかって言ったら、あっちにあるよって言われて、シャワールームどこって永遠に探してたんですけれども、シャワールームここでした。やばいんだけど、トイレと一緒のシャワールームだよ。よかった、ゾウ使いのところでシャワー浴びてきて。ということでちょっと一回お手洗い行ってきます。はい、ということでトイレ行ってきました。見て、外の景色がめっちゃ綺麗になってきたの。じゃーん、見て、伝わるあの夕暮れ、めっちゃ綺麗なんだけど。日が落ちてきましたね。ちなみに現在の時刻なんですけれども、7時9分、19時9分ですね。タイはめちゃめちゃ日が長いので、7時になってようやく暗くなり始めるっていう感じです。あー待って、ムシ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 、やだ、やめてやめてやめて、私ここで寝るから、どっか行ってよ。あんた、あんたどっか行って、本当にどっか行って、あんた、あんたどっか行って。あー見て、やばいやばいやばい、空がめっちゃ綺麗。よかった、皆さんに夕暮れを見せることができて。君は本当に邪魔だけどね。見て、あっち側の雲めっちゃ綺麗。よかった、こっちの窓から夕日が見れるなんて。ってことはこっちから夕日が見えちゃったってことは、朝日は見れないっていうことなのかな。っていうことでね、夜も近づいてきたし、私はもうシャワーを浴びてるから、もうこの後シャワーを浴びなくていいし、あのトイレのシャワーで浴びなくて、よかった、本当によかった。マジで危ない。ということでね、もう一つ目のお酒をあげたいところなんですけれども、ちょっとリラックスモードに入りたいので、パジャマに着替えたいと思います。それではパジャマに変身。はい、ということで車掌さんがねベッドを作りに来てくださいました。じゃーん、一人でもベッドを広くするために二段ベッドを立ててくれるんです。すごい、下のソファーがさめちゃめちゃでかくなってベッドになった。頑張れ頑張れ頑張れ。あ、上にも引いてくれるのね。どっちで寝ようかな、上と下。やっぱさ上に寝ようかな。車掌さんこうやって一部屋一部屋回ってベッドを作ってくれるんだね、ありがとう。ということでね、車掌さんがベッドメイキング終わるまで待ちたいと思います。
はい、ということでベッドメイキングが終わりました。車掌さんにね、シーツ引くの2階だけでいいよって言ったんですけれども、1階でも寝てみて2階でも寝てみたらいいよっていうことでね、1階にも2階にもシーツを引いてくださいました。優しすぎでしょ。ちょっと私が散らかしちゃってるのがバレちゃいますね。ということでベッドが出来上がったということで、私のお酒の二次会をしていきたいと思います。はい、ということでベッドが出来上がったので2階のベッドに上がってきました。すごくない？なんかめっちゃ秘密基地みたいで楽しいって感じです。天井がめちゃめちゃ低くなったので、今天井に頭がついている状態ですということで皆様、私の酒の2次会が始まります。ということで2巻目はじゃん、こちらです。私が酔っ払う日に飲むもの、ワインでございます。ということでね、本日はぶっ飛ばすということを決めたので、ワインを買っちゃいました。ということでね、白ワインいただきたいと思います。それでは皆様、私が酔っ払う未来に乾杯。うまっ。待って、やばい、飲むスピードやばいから、やばい、このワインめっちゃうまいんだけど。めっちゃ甘いワインです。うまー、最高。やっぱ白ワイン最高。楽しいんだけど、なんかやばい、めっちゃテンション上がってきたちなみにね、見て、2階に上がってきたらね、じゃん、コンセントが届きましたっていうことでね、今携帯とカメラの充電をしている感じです。2階に登ったら全然ね、届きました。これだから全然ね、私は1階に寝ずに2階に留まりたいと思います。後でね、歯も磨きたいと思います。あー、楽しい。乾杯。やばい、スピードやばい、ブン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 、ファンキーな乳搾りめっちゃしょうもないんだけどさ、めっちゃ昔笑ったんだよね。私の友達がね、なんか罰ゲームで一発芸してって言われた時に、ブンブンブブンブンブンブブン、ファンキーな乳搾りって言ったの本当に面白くないこれ私だけだよね、ごめんなさい。もうね、こういうのにね、本当にツボっちゃうの私あやばい、本当に酔っ払う。ああ、やばい、本当に酔っ払ってきた。ワインもうこんなに飲んじゃったよ。私の二次会が始まってまだ2分35秒しか経ってないというのに。うめえ。わあ、でも酔っ払ってきた。電車の揺れで結構ね、心地いい酔っ払いになると思いきやね、結構ね、頭が今世界が回ってる状態です。でもさ、海外編もラスト、もうね、もうちょっとで終わっちゃうの。もう後半の後半なの今、私の海外編の。あー、寂しくなってきた。私ね、昨日から情緒がね、本当に不安定なの。昨日はね、もう早く帰りたいよ、日本に帰りたいってなってたんだけどさ、今はさ、日本に帰りたくないよってなってるもうね、ないものねだりなんです私は。ないものねだり、人間はないものねだりです。あー、本当にやばい、めっちゃ酔っ払ってきた。私の目を見てわかりますよね。私ね、酔っ払ったら目が開かないんですよ。開かない。しかもさ、ろれつもあんまり回んなくなってきちゃったよーって感じなんですけれども、まだまだ飲んでいきたいと思います。あー、ちょっとさ、酒飲んでばっかりだったらあれだから、一回腹筋をしてみたいと思います。1、2、3。やばい、久しぶりに運動した。あー、疲れた。しかもめっちゃお酒回ったんだけど、当たり前だけど、何やってんの本当に。あー、やばい、めっちゃ今めまいしてる。めまい、やばい本当に。ということで乾杯。やばい、今さ、めちゃめちゃ携帯いじりながら無心でお酒を飲んでいました。ということで、酔っ払いすぎる前に、いや、もう酔っ払い始めているんですけれども、忘れないうちにお風呂上がりのパックをしたいと思います。お風呂上がりっていうかね、夕方の4時ぐらいに入っちゃったんですけれども、寝る前のパックをしていきたいと思います。あー、パックの時間がやってきた。やっぱりさ、寝台列車ではさ、パックしないといけないよね。あー、気持ちいい、最高。ということで皆さん、今宵もやってまいりました、私の最高に至福の時間、パックかけるお酒。乾杯。待って、いつの間にこんなに飲んでた、怖すぎ。ということで乾杯。やばい、本当に酔っ払うわこれ、本当にダメだ。私がこんなに酔っ払っているのを誰か止めてください。誰か、お前寝台列車でそんなに泥酔してどうするんだって感じなんですけれども、だってさ、海外に来てさ、酔っ払うのって怖いじゃん。だからさ、こういう寝台列車で誰にも襲われないこの個室でしか私は酔っ払うことができないんですよ。ということでね、今日は思う存分酔っ払っていきたいと思います。でもさ、ダメなの、明日さ、6時15分にさ到着するんだよ。だから酔っ払って起きれなかったらさ、私終点まで行っちゃうの。だから本当に起きないといけないから、ここら辺のお
して早く寝るべきだっていうことは分かっているんですけれども、私は泊まることができませんということでね、もうこれ飲み干したいと思います。乾杯。やばい。世界が回る君を隠して輝く瞳きらめく灯火。やばい、おとなしくパック外します。あ、気持ちよかった。最高すぎる。やっぱパックって最高。私の動画を見てね、パックを始めました。パックをしたらね、本当にお肌が綺麗になったし、パックをしながらお酒を飲むってこんなに幸せなことを教えてくれてありがとうってね、コメントとか DM で教えてくださる方が多いんですけれども、本当に嬉しいです。ていうか本当に最高だよ。待って、お酒飲み終わっちゃった。しかも見て、今ね私の目の前のこの机、じゃーん、空いたビールと空いたワインとパックとパックのカスと蓋って感じで、ここのくぼみをテーブル代わりにしています。ここはねカーテンなんですけれども、カーテンを開けたら外が見えちゃいます。ということでね、本当に酔っ払ってる。やばいやばいやばい。今さカメラ回ってるからさ、なんか喋らなきゃと思ってさ、めっちゃ今頑張って喋ってるんだけどさ、あーやっぱりお家に帰りたくなってきた。だってさ14日も家を出てさ、友達にも会ってないしさ、現地の人と喋るのは楽しいし、こっちに来てね一人でカメラを回してたらイエーイとか言ってね、現地の人が話しかけてきてくれたりね、本当に嬉しいんだけどさ、でもさすがにホームシックになるよね。ということで、ちょっと本当に情緒が不安定すぎて自分怖いなって感じなんですけれども、酔っ払いすぎてわけわからんって感じですね。ということで本当に寝たいと思います。さっさと寝ます。今日はね象使い免許をするために朝早くから起きて、朝から象に乗り、そして今寝台列車に乗っている。本当にもう疲れたって感じなので、とりあえず寝たいと思います。現在の時刻はねまだ9時を回っていないんですけれども、まあ今から寝て、まあ明日の朝は5時に起きないといけないので、今から寝たら8時間寝られる、8時間睡眠もできるということで、さっさと寝たいと思います。やばい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 、本当にもう酔っ払いすぎて本当にわけわからんって感じなので、とりあえず寝たいと思います。ああ本当に酔っ払ってる楽しい。あやばい、歯磨かなきゃということで歯を磨いて寝ます。皆さんおやすみなさい。おはようございます。ああ待って、めっちゃ暗い。一回ちょっと電気つけます。よいしょ。あまぶしい。おはようございます。今何時？まだこんなに暗いってことはまだ4時とかなのかな。現在の時刻は5時42分。5時42分、まだ真っ暗なんだけど外。あー待って、昨日結構早く寝れたんですけれども、この部屋の冷房が寒すぎて、本当に寒すぎて5、6回起きました。ちょっと寒すぎて下から毛布をもう1枚持ってきて2枚掛け布団をかけたんですけれども、それでも寒すぎて今も凍え死にそうです。冷房を切ろうとしても切れないの。見て目の前の冷房じゃん。冷房こんなについてるの。だから風向きをあっち側にしたりとかしてたんですけれども、もう全然寒いっていう感じで、冷房切れないから本当に寒いです。あー寒いということで、ちょっと4時42分ってことはあと30分後に到着予定なので、ちょっと身支度をしたいと思います。あー待って、本当に寒すぎて起きれない。真冬かっていうぐらい寒いですということで、あと30分後なので歯磨いたりとかメイクしたりとかしたいと思います。あー寒い。よいしょ。待って、本当に外暗いんだけど、見て外はこんな感じで本当にまだ暗いです。ということで身支度します。はい、ということで身支度簡単に終わりました。簡単にねちょっとだけメイクもして、髪の毛はちょっとセットできなかったんですけれども、まあちょっとこのまま降りていきたいと思います。現在の時刻なんですけれども6時16分。本当は6時15分に到着する予定だったんですけれども、15分から30分ぐらい遅れてるみたいです。びっくりした、びっくりした。ドア開いたから何かと思ったら普通に電車の揺れで開いたんだった。びっくりした。ということでね、約あと15分から30分、いつ着くか分かんないんですけれども、外をちゃんと見てバンコク駅というものをちゃんとね表情見たいと思います。ていうかさ、昨日さちょっと飲みすぎたからさ、マジでさなんか気持ち悪くて、さっき水をガブ飲みしたんだけど、やっぱりさあやたかじゃないと無理。あやたかがないと気持ち悪さはちょっと改善されません。ということで、ちょっと本当にあやたかがなくて今本当に最悪な状態なんですけれども、まあちょっとお水でアルコールを分解していきたいと思います。ていうか本当に寒すぎこの部屋、マジで冷蔵庫かって感じなんですけれども、あと15分から30分楽しみたいと思います。ちなみに外の景色を見せるとこんな感じです。はい、ということでね、ドアの外の景色はこんな感じです。結構明るくなって
なってきました。明るくなってきたね。めちゃめちゃ部屋は寒いけど外は暑そうです。すごいね、景色いい。緑に空の青って感じですね。ということで、ちょっとお部屋のここのドアが車掌さんによって開けられたんですけれども、ちょっとこのベッドを片付けたいとのことだったので、こっちに移動して荷物とか片付けてと言われたのでね、こっち側の部屋に行って荷物を片付けていきたいと思います。はい、ということで、あと 2,3 分でバンコクに着くらしいです。じゃーん、今はこんな感じ。今はね、バンコクの手前のちょっとしたちっちゃい駅に停まっているみたいですね。なんか畑かわいい。今はこんな感じでジャングルの中から少し街中になってきました。やばい、本当に寒すぎて早く外に出たいよ。なんでこんなにさ、海外でさ、冷房ガン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 つけるんだろうね。もう寒すぎて絶対に着ないって思ってたけど、一応持ってきた長袖のカーディガンを着ました。もう寒すぎる。おー、すごい、めっちゃ街並みになってきた。ほら、めっちゃ街並みになってきました。ということでね、バンコクに着くまであと 2,3 分楽しみたいと思います。はい、ということでバンコク駅に到着しました。見て、すごいこの駅。じゃーん、駅のホームはこんな感じです。なんかさ、めちゃめちゃ雰囲気あってさ、ちょっとハリーポッターのさ、世界みたいかなって感じなんですけれども、めちゃめちゃ素敵な駅です。本当にね、最初はどうなるかと思いました。この寝台列車大丈夫かって思ってたんですけれども、まあ思ってたより快適で、思ってたより寝られました。ということでね、とっても楽しい13時間になりました。シャワーは浴びてから乗ってよかったって感じだったので、この動画を見てね、もしタイのこの寝台列車に乗る方がいる際にはシャワーは浴びていった方がいいかもしれません。日本の寝台列車だったらね、私いつもシャワーを浴びずに、寝台列車に乗ってシャワーを浴びてからお酒を飲んで寝るっていうのが鉄板なんですけれども、ちょっとここのシャワーは買えないかなって感じだったので、皆さん気をつけてみてください。私が乗っていた列車の先頭はこんな感じです。1号車は貨物列車なのかな。そして駅はこんな感じです。すごーい、ザ・海外の駅っていう感じですよね。めちゃめちゃ素敵です。あそこにね、ちゃんとバンコクって書いてあるから、私はちゃんとバンコクに着いたみたいです。はい、ということで本日の動画はここまでです。この動画がいいなって思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。どんぶらーここ、今からどこに行くでしょうか。次も楽しみにしております。